いきなりだが、俺には全く霊感がない。その俺が先日、仕事で、地元では結構有名らしい幽霊屋敷へと行くことになった。俺は、そっちの地域は疎いので、全く知らなかったのだが、以前、住人が敷地内の柿の木で、 首吊り自殺をした、という噂ではなく実話がある屋敷だ。とは言っても今もそこには人が住んでいる。仮に A さんとしよう。築15年ほどの大きな貸家屋なのだが、 あまりの幽霊屋敷っぷりに A さんも引っ越しを決意。それに関わるいろんな手続きで、俺は A さん宅を訪れることとなった。初対面で A さんは、〇〇さん、霊感ありますかと聞いてきた。 霊感がある人は、門から先に進めずに、引き返してしまうことがあるらしい。A さん自身、幽霊なんて信じていなかったのに、何度も、遭遇してしまったという。俺は毎年、夏の目標が、今年こそ、幽霊を見る、なのに、 未だに達成できていないほど鈍感な人間だ。と告げると、じゃあ、大丈夫かな。と、若干、心配そうにしていた。地元の同僚から、お守りを持っていけ。なんて、半分本気で言われたが、こんな機会は、 めったにない。もちろん、何も持たずに、A さん宅へと向かった。A さんは、具合悪くなったら言ってね。と、配慮とも、脅しともつかないことを言ってくれた。で、結果から言おう。 ダメだった「鳥肌一つ頭痛一つ俺には怒らなかった」「逆さに女がぶら下がるという階段の踊り場でジャンプをしてみたり血まみれの男が這いずるという和室で寝転がったりしてみたが何も感じない」 最初は頼もしそうな視線を向けてくれていた A さんも、しまいには、〇〇さん、相当ですね。と、呆れ顔になっていた。すごすごと A さん宅を後にし、いや待て、ひょっとしたら帰り道の車内で何かが、 なんて、淡い期待を抱いていると、携帯が鳴った。仕事中は電話を滅多によこさない母からだった。何事か、と、電話に出ると、母は、あんた、今どこにいるのと聞いてきた。 どうしたのかと尋ねても大したことじゃないとしか言わない。俺は今一人暮らしなんだが母は帰りに寄ってそしたら話すと言って電話を切った。で退社後に 実家へ寄って、その日母が体験した話を聞かされた。昼間、母が居間で歌たた寝をしていると、半開きのドアの向こうを誰かが横切る気配がした。母はとっさに、あ、お客がもう来ちゃった。 飛び起きた「廊下へ出ると人影がその先の和室へ入っていくのが見えた」「慌てて和室へ行くとそこには坊さんが一人座っており母が部屋へ入ると度胸を始めた」 ありがたいことだと思った母は、正座をし、それを聞いていた。しかし、そうしているうちに、あれ、お客って、このお坊さんだっけという疑問が湧いてきた。よく見ると、 坊さんは黒い袈裟をまとい、お経も葬式用のものだった。おかしいなあ、と思いながらも、そうだ、お茶の用意をしなきゃ、と立ち上がろうとした時だった。廊下側の障子の向こうに人が立っている。 そーっと開けてみると、それは母の父親。つまり、俺のじいちゃんだった。じいちゃんは母に、そんなもんに茶なんか出さなくていい。と言うと、廊下の向こうに消えていった。 それで母は、やっとこの坊さんが、招かれざる客、であることに気がついた。ここを立ってはいけない、という強い思いが湧き、度胸を続ける坊さんに退治した。どれぐらい経ったか、 ついに、坊さんの教が途切れた。そして坊さんは、睨みつけている母に一言、なぜだ、と言った。母は、何の戸惑いもなく、なぜなら、私のものだからだ。 怒鳴った「そうして今で目が覚めて無性に俺のことが心配になって電話をしたのだという」お<ー>「ほう」と思いつつその時俺がどこで何をしていたのかを説明。 やっぱりお前のせいかと、久々に、グーで殴られた。母は昔から、妙に勘の鋭いところはあるが、俺と同様に、霊感はない。常日頃、夢に登場したじいちゃんの墓参りをしては、 お父さんは〇〇を見ないで死んだんだからせめて守ってやってねと拝んでいるらしいこれでこの話はおしまい俺はじいちゃんのせいで幽霊が見られないんだろうか 満員電車高校1年生の時に電車でやばそうなものに出くわした話当時ピカピカの高校生だった俺はやたら遠距離通学をして2時間ある通学時間のうちほとんどは 電車に乗って過ごしていた。もちろん、二時間立ちっぱなしというのは、高校生といえど、なかなかきつい話で、おまけに、朝だから、電車も混む。つまり、必死こいて、空いてる席を探したり、すぐ降りそうな奴の前に陣取って、 相手が降りるのを祈ったり、願ったり、とにかく席に座ることを考えていた。今思い返せばなかなかアホらしいことではあるんだが、当時の俺には席に座れるかどうかはなかなかの死活問題だったんだ。 本も読めるし、携帯もいじりやすい。家から持ち出せば、ゲームだってできる。テスト当日まで勉強していなくても、朝の2時間で、どうにかなることも多かった。だから俺は、それはもう本気になって、席に座ろうとしていた。 しかし俺は入学してから少し経って満員電車の中でなぜかいつも空いている席があることに気がついていた詳しく話すと特定されそうだからやめとくがだいたい朝6時半の電車で神奈川の私鉄朝は 通勤通学用にロングシートの3ドアしか走っていないけど車両の一番前と一番後ろにはボックスシートがあるやつもちろん同じ路線でも走っている電車には色々種類があるからボックスシートがないやつもあった 俺がいつもその空いてる席を見かけるのは3号車の前にあるボックスシートだった。平日6時半にその電車に乗って3号車に行くとそのシートの右下にある席だけなぜか誰もいつも座っていない。 閉めたもんだ、と思いながら、気づいた後の俺は、いつもその席を使っていた。もう、特等席気分。他のおっさんとか、汗臭そうな運動部らしい連中が、必死こいて席に座ろうとしてるさなか、俺だけ、悠々と、着席をするわけ。 で、ちょっと気取って、羊たちの沈黙とか読んじゃうわけよ。気分がいいったらありゃしない。そんな感じで月日が流れ、七月の半ばくらいになった。いつも通り俺は、 特等席に座って期末テストも終わったし今日は漫画でも読むかなと当時ハマっていたはがれんの単行本を取り出したもしかしたらそれがいけなかったのかもしれない席に座ってからほどなくして後ろから何か ボソボソした音が聞こえてきた。最初は聞き間違いか、隣の車両に頭がおかしい奴がいるのか、と思っていたが、どうやらそうじゃない。首の後ろあたりから、何やら生暖かい空気と一緒に、そのボソボソした音が、 響いてくるんだ。エアコンがついている夏場の電車に乗ったことがあるならわかると思うが、まず通勤電車だろうが、クーラーってガンガンかかっていて、そんな生暖かい風なんて送られるはずがない。それでも俺は、 まだ空調か配管みたいなものの不良か何かと思っていた。そしたら首の後ろが突然痛くなった。爪で引っかかれたみたいな感じ。それと同時に後ろから聞こえるボソボソした音が急に 大きくなった。というより、音じゃなかった。あれは、ぼそぼそした、声だった。間違いなく誰かが、ぼそ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 、つぶやいているんだ。何を言ってるかは、 わからないんだけど俺のシートの背もたれで誰もいないはずなのにそれで振り向いたら九段のヤバそうなものを見てしまったもしかしたらそいつは 睨んでいたのかもしれない。とにかくそいつは俺のことを見つめていた。見つめていたって書いてもやっぱり変かもしれない。俺にはそうとしか思えなかったけど。そいつは 人の形をしていたけれど、目がなかった。口もなかった。頭は卵みたいに、髪の毛もなんもなくて、真っ白で、割れ物みたいな、ツルッツルの肌をしていた。服屋のマネキンみたいな感じ。 でもマネキンよりずっと怖かっただって鼻すらない真っ白でツルツルの人のような何かが俺と背もたれの間から浮き上がっていたそれでボソ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  言ってくるんだ口もないのに何言ってるか分かんないんだけどとにかく俺に話しかけてきてしかも俺の肩に手を乗せようとしていた顔と同じつるつるの白い指先は その人差し指だけ赤かった。それでガテンが言った。正直、ものすごくビビった。漏らしそうだった。全身汗でぐっしょり濡れていたし、もしかしたら、ションベンもちびっていたかもしれない。 叫びながら席から飛び上がって膝の上にあるリュックサックもわしづかみにして一目散に他の車両へ逃げた立っているおっさんとかみんな突き飛ばしていた七号車か八号車あたりまで逃げたところで ちょうど次の駅に着いたらしくて、俺はすがるような思いでドアから飛び出した。振り向くとか無理だった。そいつが追いかけてきているとしか思えなかった。遅刻確定だったけど、あんなのと 同じ電車に乗るのはもうごめんだった結局その日は親に頭が痛くなったと電話して早退した別にその後、何があったというわけでもなく次の日は普通に学校へ行った けど、その日に着ていた制服は、しばらく使えなかった。席に接していた部分が、全部、俺のものじゃない、ドス黒い血で、濡れていたから。以来俺は、朝六時半に出るその電車には、 乗っていない満員電車の中で空いてる席を見ても座れなくなったあれは一体何だったんだろうと今でも思う親に話しても信じてくれないし当時の友達に話しても 茶化されるだけだった。ただ、大人になってから、それなりに見える人、みたいな、知り合いができた。そいつに話してみると、曰く、やばいもののたまりやすい場所、というのは、本当に、どこにでもあるらしいんだと。 で俺は霊感が薄いタイプの部類だからそういうところに近づいても何も感じないけれど普通くらいの霊感があるとそういうところではなんとなく嫌な気配っていうのを覚えるらしいだから普通の人はそういう席を避けて 座らない。やばい奴と出くわしたくないって、なんとなく思うから。だけど、俺みたいに霊感の薄いやつには、そういうことがわからない。そして時々、そういうところには、本当にやばい奴が、 ふらりと立ち寄ったりもするらしい、とのこと。まあ、何が言いたいかっていうと、お前らも満員電車の空席には気をつけた方がいいよっていう話でした。